さんです。ようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。本当に遠藤はるばる、ね、今テレビご覧になってる方、あ、石川さゆりさんが出てる、嬉しいっていう方たくさんいらっしゃいますよ。今日なんでまた引き受けてくれたんですか？それはただ下田逸郎に会いたかった。うわ、そういうセリフがな出るようになったか。そうです。出るようになったか。もう全然会ってないから、うん、いつぶり、はい、何年ぶり、何十年よね、うん、何十年そうですか。そう、今日はセクシーを歌っていただいたわけですけど、本当、うん、久しぶりに下田さんと一緒にステージやられて、石川さんいかがですか？それは楽しかった、うん、嬉しかったですね、うん、この年月を経てまた会って、うん、ね、変わんないよな、やっぱり、うん、あのいろいろ病気したりしてあったのかもしれないけども、うん、やっぱり声の一番奥にあるなんか、うん、天然の感じは変わらないな。あ、それは良かった。そうですか。あのセクシーができたきっかけっていうのは石川セリスさんをイメージして作られてたんですか？一応ね、一応頼まれて、これはあの作家みたいなことしてた時に、はい、注文があって、はい、どんな人って言って、あ、何、8月のレタスな、うん、7月だっけ、8月8月それ聞かされて、はい、へーって言って作ったこと、ね。あの私はその頃ね、その私のディレクターの人と作家とかそういうのを集めていて、それであの下田さんを紹介していただいてね、それ作品ちょっと見たんですよ、はい、で私もミュージカル好きだったので、すごいみたいに、それでまあぜひぜひとか思って、それで作られたのがあれで、タバコはやめるわっていうのもあったのね。あれも好きだよ結構。対面する時があるじゃないですか。その時の第一印象はセリさんどうだったんですか？もうさ、あ、こんな人日本にいるんだなっていう感じ。背が高いし、はい、あ、すごいいいなって思いましたね。かっこいいな。うん、かっこいいな。でもね、なんかつかみどころない、なんかね、仙人みたいっていうふうに思ったのね。下田さんは対面した時はどうだったんですか？印象っていう。不思議な感じがやっぱあるよね。いわゆるこういう綺麗さっていうのはちょっと なかなかないよね。それであの声だから困ったなって感じよね。曲を制作してる時に歌う方と会ったりはしたんですか？なんかレコーディングのスタジオに来ちゃってね。来たんだ。それね、うるさいの先生みたいなちょっとそれ違うんだけどみたいな感じで、はい、生意気な感じ、その歌い方は違うよみたいな、うん、もっと色っぽく歌えないの、もっと違うでしょとか言われて、私も奮闘して、これが色っぽいのよみたいな、分かんないの、今やったじゃないかみたいな、この程度が上品なのよとか、わけの分かんない感じになっちゃって、このアルバムですよ。そうだよね、2曲とも入ってますよね。これ他にもあの松本隆さんとかユーミンとか、そうそうたるメンバーですよこれ。斎藤信さんもいますよ。小原玲さんでしょ、うん、矢野亜希子さん、すごい、ね、南蘭坊さん、すごいなこれ、うん、本当ね、これセリさんにとってこのアルバムってどんなアルバムですか？シャープなものができたなっていう感じ、うん、始まったなこれからって感じもありましたね、うんうん、ああなんだ、うん、でこのアルバムに、まあ、下田さんも楽曲書かれて大ヒットして、でその後楽曲提供のお付き合いはなかったんですか？俺時々あの自分の曲を自分で歌うともう見えてしまうから、誰かに歌ってほしいなと思う時にはいつも何人かの歌手に送るんだけど、その時にはいつもノミネートしてたもんね、はい、ああセリさんのことを、うん、じゃあテープとか送られてきたんですね。はい、いただきました。でやらなかったんですか？ちょっとその時はね、うん、現実的にちょっとあの子育てとか、そう、子供に没頭してましたね。井上さんにも頼んだこと、もう奥さん歌わないのかなって言ったら、うん、子供がいるからねって柔らかく断られたと。セリさんは今年また音楽活動にかなり力を入れられてるじゃないですか。この大きな動機となったのって何ですか？あの母親になると強くなってね、地球温暖化のこと考えてるわけよ、うん、であと5年か10年の地球だったらどうしようっていうことで、それをあの別に歌にしてあのみんな聴きなさいっていうんじゃなくてね、私がまあ一応出てきて、なんかそういう気持ちを持ちながら
やってるんだけどねっていうことで、うん、なんかできることを始めたい。ほらサリー自身が地球みたいなもんやからさ、はい、いやいやだからサリー自身が壊れなくてさっき言ってた天然のナチュラルシンガーみたいな部分で言ってればそれだけでいいんだよな、うん、これからのセリさんの活動になんか楽曲書いてみたいなと。いや俺はいくらでも曲はこれ歌ってこれ歌っていつだってある。あ、そうですか。いつだってある。嬉しいです。新曲もあるかもしれないですね、うん、たくさんそのうち送るよって言ってある、そうですか。これからの下田さんにセリさんが期待することはこうやってほしいな、やっぱりもうちょっと歌ってくれてもいいんじゃないかなって思いますね、うんうん、歌うよ俺は、ね、ずっと歌える、うん